こんな白い靴下履いてたら足の裏真っ黒だっつの。マーチーゲーミング、皆様こんにちは。新しいファッションにはちょっとうるさいマーチコ山本ことマーチーゲーミングフロームマーチーです。よろしくお願いします。なんか最近すごい話題のアバターありますよね。アニメガールというアバターなんですけれども、実際作ったらどんな感じになるのか気になりすぎますので、今回作っていきたいと思います。またですね、ロブロックスの中でもアバターの流行がかなり変わってますので、ちょっとそちらもねチェックしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずなんですけど、アニメ用の服が全身タイツみたいになってるので、体の線が綺麗に出るような格好じゃなきゃいけないんだよね。なのでまずこちらのねパーカーちゃんの体にしてみましょう。あとはちょっと全部外していきます。頭にくっついているアクセサリーも全部外していきます。余分なものを外すとこうなるんですが、ここの頭をねヘッドレスにしなきゃいけないんですよね。ってことで調べると首なしの機種が出てくるので、こちらをちょっとねトライします。そうするとまあ首がなくなるんですけれども、こちらにアクセサリーの UGC でアニメと調べるとね、このアニメヘッドっていうのが真ん中ら辺に出てくるので、こちらをじゃあちょっとオンしてみましょうよ。あーはい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 、こんな感じらしい。ちょっと肌の色合ってないけどね。で服装のところでアニメと調べるともうすぐこれが出てくるので、これをちょっと着せてみます。そうするとねこんな可愛らしい感じになるんだよね。ピンクのセーラーなので、どうせならピンク色の髪にしたいと思います。おーいいですね。いいけどなんか裸足かもねこの子ね。ついでに靴どうしましょうね。どうせならさ靴入れようかと思ったんだけど、ちょっと待った、ローファー入れようよって。ロブロックス運営さん、アニメガール入れるならローファーを入れておいてください、お願いします。このあたりで絶対に入れなきゃいけない、それはローファー。ドレスシューズでこれ合うかこれ。ええちょっと待って、シューズさ靴履かせたらこんなになっちゃったあ違うよね、びっくりした、違うよね。え待って、これ靴履けないじゃん、裸足やん。こんな白い靴下履いてたら足の裏真っ黒だっつのじゃあちょっと違う服装にもしてみましょうか。はい、というわけで今青いセーラーを着てみましたけれども、これさ靴履いてんじゃん、これもともとついてると思う。これいいねローファー、わかってる。あじゃあさっきのピンク服はさ家の中で着るっていう設定なのかな。いやなわけあるかい。あーはいはい、かわいいですよ、緑もかわいい。やっぱこのヘッドの顔がすごいかわいいと思いますね。すごいこの髪型も合ってます。じゃあいろいろ着替えたところで、別のキャラクターの体を使ってまたロブロのスキンとは違うタイプのキャラクターをちょっと作っていきたいと思います。それでは行きましょう。まずはですね、キャラクターの中からこちらのブッパ人形というのを選びます。頭がこれだとちょっと大きすぎるので違う頭にしていきたいと思います。僕はねクラシックじゃないタイプのものがいいんだよね。でこれだと手がさちょっとでかすぎるので手だけ変えていきます。手は今回通常のレゴみたいな手がくっついてるやつを使います。このキャラクターはもともと足が白いので、顔とねこの手がね一緒の色じゃないとちょっとおかしいかもしれないということで白に変更していきます。あやっぱ顔ね白い方が合いますね。ってことでちょっとね顔と髪型変えていきたいと思います。顔がねやっぱダイナミックヘッズだとちょっとなんか薄いので、このキラキラの目のやつを選ぼうと思ったんですけど、お面タイプの顔で顔が肌色だとどうしても浮くので、白いタイプの顔を選ぶといいかもね。うん、やっぱなんか白い方がしっくりはきますね。はい、というわけで完成しました。いかがでしょうか、ウサギっぽいこれを作ろうと思うと234ロバックスかかるそうです。こちら可愛くない、ウサギの毛もこって感じですけれども、やっぱ足元が全然違うなという感じで、さっきのウサギのキャラクターを1個持っとくとこういったアバターが作れるってことなんだよね。こういったキャラクターはミープシティにもたくさん揃っているので、最後の一つはミープシティで作っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ミープにもこのウサギのキャラクターがありましたので、これを使って頭と両手を変えてやって、あとはですね好きな服を着せてあげればさっきみたいなキャラが作れますね。これ使えると思います。あともう一個なんかさ、これも使えるらしいんだよってことで、これちょっとやってみましょうか。頭はまあ普通のやつがいいので、
おーおーおー、傘が別のアクセサリーってこと？これをまず取ってやって、腕もね変えてやるといいと思います。この女の子のやつでいいかもしれない。手と胴体が変更できたら、今度はね体型を整えていきます。でちょっとキノコは生えてますねアクセサリーの背面でキノコをちょっと取ってやります。肩からもキノコが生えてるので、肩のキノコもちょっと取りましょう。で服はまあ自由に着ればいいと思うんですけれども、クラシックの服を着ちゃっているので、この辺はちょっと外して、あ、外すとこうなっちゃうので、インナーとしてなんか1枚ちょっとじゃあ着ときましょうか。こんな感じで、この子も結局足が白いので、ちょっと顔とかを白にしようかな。元々のキャラクターがやっぱ白だと体白にせざるを得ないですね。そうするとこれなんか面白いね。髪の毛どうしよう。はい、というわけで今作ってみましたけど、いかがでしょうか。これ可愛くないこれ可愛くない。なんかさ、このなんか何とも言えない小人感可愛いですよ。これさ、これで例えばめちゃくちゃ小さくしたらどう、子供にしたらどうなる。これよっ、あね、可愛くないこれ、めっちゃ可愛いんだけどミープだとやっぱさ、ただでさゲーム内でいろいろ遊べるのでいいですよね。ってことで、試しにいろんなキャラクターの体を使っていろいろ作ってみてください。変かなと思っても結構可愛いのができます。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。